ケーです。じゃあ誰か失敗、ちょっとパッと思いつく人、私最近こんな失敗、大きな失敗しましたっていうのあったら挙手してください。お願いします。俺から先に動くか。よし。ぜひ。じゃあちょっと、言うか。僕ね、これ、もう、取れたてほやほやよ、みんな。マジで聞いてほしい。あのね、俺って会社の中って結構、テストみたいなものがあったりする。商品知識テストとか、そういうものがあったりするんだけれども、僕は、お仕事でずっと、自分のロリラジでもずっと言ってるんだけれども、100%、物事を 100% に、正確にやるっていうことがクソ苦手で、10% の成功確率のお仕事を、もしかしたら成功させれるかもしれないみたいな能力には非常に長けてるんだけど、そういうので商品知識テストがあって、で、最初に、満点になるまでみたいな話があったんです。で、僕、90点取ったんですよ。100点中90点取ったんですね。で、事業部の中で、満点じゃなかった方は、もう一度、再試験です。再試験が。で、再試験が、5回あったんですよ。僕、1回目で90点取って、2回目でじゃあ100点取ればいいのに、ずっと90点で4回目まで来て、5回目で、メールが来た時に、はい、再テストです、またってなった時に、名指しできたんですよ。で、名指しできて、ちょっと、これ、もしかしてやばいなと思って、確認したら、社員的にはね、200人ぐらいかな、いるんだけど、事業部で、僕だけでした。5回目の再テスト。当たり前よね。それはもう同じ問題だからね。みんなわかる？同じ問題よ。同じ問題の試験90点取ってんのに、4回90点だったんだよ。で、これ、その間違えた問題を何回ミスるんですかと思うじゃん。違うんよ。間違えた問題は気にしてるから合ってんだけど、別の問題を間違えるの。とにかく合ってたのに。信じられない。で、結構事業部の中でも営業できるよみたいな感じで長通ってるのに、入ってじゃないです。もう振りでも何でもない。事業部で結構名前が通ってる。あいつマジポンコツだな、みたいな、噂が流れました。ありがとうございます。以上です。皆さん。名前多分仕事じゃないの？本当に。小学生的なやつ？シンプルにポンコツです。ありがとうございます。誰の？こういうのが苦手なんです。はい、じゃあ、他に、最近やった失敗談が喋れる方、どうぞ。あー、坂野さん言いました、どうぞ。最近じゃないんですけど、はい、どうぞ。最近じゃないんですけど、本当に一番、今までの中で、一番やった、でっかいミスって、舞台の上なんですけど。気になる。舞台の上で、お芝居だったんですけど、総キャスト、十何人とか20人近くまでいる舞台なんですよ。なんですけど、たまたまそのシーン、私ともう一人だけだったんですよ。二人しかいないシーンで。で、舞台の面というか、その、お客さん側に向かって、こう、上手下手、右左から両方出てきて、相手がいるっていうことを知らない状態で、お客さんの方を向いて、で、そこがもう、設定が川っていう設定なんですよ。川に向かって、お互いの恋人の悪口を交互に言ってくるんですよ。で、言ってって、か最終的に掛け合いみたいになって、で、言葉が被って、はっって気づくっていうシーンだったんですよ。はい。その、掛け合いの途中のこれからスピードが上がってきますよ、走ってきますよっていうセリフを一個飛ばしたんですよ。飛ばしたというか、飛んで、全く出てこなくて。あ、なんだっけ？怖い、マジほら。え、わかんない、全然わかんないってなって。で、その舞台は、和物だったんですよ。だから、横文字使っちゃいけない。何のセリフを言うにしても。で、結果、横文字を使わずに、なんとかひねり出したんですけど。はい。で、向こうもそこに合わせてくれて、ことなきを得ましたっていうのが一番、自分の中では。わかる。ほら、ものすごいほら。それ、頭真っ白でしょ？頭真っ白だけど、出てきてるのが、自分の恋人の悪口を言うっていうことだけを覚えてて、
って、その時に、なんか頭の回転遅いんじゃないのみたいなことを言ったんです。全然セリフとは違うことを言って、で、終わって、あ、もうやっちゃったと思って、心の中では思いながら、はい、はけてったら、裏で、その恋人役の人に、はい、あれ、お前、俺のこと言ってるだろって言われて。本当やろと。お前、本当だろ、それみたいなこと言われて。そんなことないですとかって言ったから、それが学校一の失敗ですね。ちょっと待ってください、待ってください、坂野さん。あなたフリートークできますね。はい、できない、できない。はい、これは皆さん、ありがとうございます。番組期待してください。ありがとうございます。ありがとうございます。失敗だ。いきます。手挙げてください、どうぞ。あ、じゃあ、うっちー。はい。私今、あ、今日もまさに今朝やってきたんですけど、毎週日曜日朝の9時から、ラジオの生放送番組を、担当させていただいているんですけど、なんか生放送って本当に怖いなと思って。本当に怖いなと思って。怖いですよね。あれ、なんかすごい自分の。うん、めっちゃ羽織った。大丈夫かな。あ、大丈夫っぽい。ね、なんか今すごい。ね、ちょっと、びっくりしましたね。失礼しました。めっちゃ怖いな。怖いな、怖いな、怖いな。けど本当に、そう、夏なのでね、怖いエピソードなんですよ。なんかまあ、局によっていろいろあると思うんですけど、なんか私生放送の本当最後、多分ね、これもしかしたら、今、聞いてくださってる方の中にも、その瞬間を聞いてた方がいるかもしれないんですけど、最後の曲、例えば、4分の曲を最後流すとして、バイバイってしてから4分の曲を流すとしたら、なんか、ラジオのブースの、なんか画面が、パーソナリティが見える画面があって、そこに、残り時間みたいなものがどんどんカウントダウンされていくんですよ。はい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 。なんか秒数がカウントダウンされていって、それに合わせて、4分過ぎたら、もう曲を流して、バイバイっていけるみたいな逆算して喋るんですよ。はいはいはい。まあ、わかるわかる。そうね。うん。すいません。ちょっと説明が下手で、なんですけど。わかるわかる。あ、本当ですか？なんか今はちょっとまだ慣れてきたんですけど、これがまだ3、4ヶ月前なんですけど、ちょっとその周りを全然見れてなくて、その秒数を全然確認せずに、まだ曲行っても足りないところで曲行こうとしちゃって、それで、一応その横にディレクターさんがいたんで、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ったってなったんですけど、もう本当にちょっと怖くなりましたね。いや、怖い怖い怖い、もう今。怖い話ですよね。ほら、もうびっくりマークがさ。いや、もう本当に。イベント司会とかやるので、同業なんか、そうですよね。怖い。怖いですよね、その。ぶっ込むんですけど、ボイシーの、実はファンフェスタっていうのがあって、はいはいはい。ファンフェスタの一番最初っていうのが実はあって、まだだからボイシーが本当初期パーソナリティばっかりだった頃に、渋谷かな？品川だったかな？ちっちゃなところのスペースで、ちっちゃなファンフェスタっていうのをやった時に、僕実は一つのコーナーの MC をさせていただいたんですけれども、その MC をやった時の残り時間を、表示しますよって、渋谷ね、表示しますよって打ち合わせで聞いてて、で、スタッフさんが出してくれる。あ、出してくれるんなら大丈夫だわと、それの時間にして俺全然締めもちゃんとまとめれるぜって思っていたら、僕が思っていたところじゃないところにスタッフさんがいて。うわぁ、はいはい。僕が思っていると、そのスタッフさんはずっと時間出さないんですよ。あー怖い。後ろで別の人が出してるんだけど、それに全然気づかずに、え、あのスタッフさんよね、ダサくない？え、じゃあ大丈夫ってことって思いながらずっと喋ってたら、最終的に、みんなが慌てて、もう、すごいバーって振られて、1分みたいな、言われて、うん、めっちゃ、もう、本当に漏らしそうになったっていう気持ち。怖すぎますね。ちょっと、同じような話でぶっこんで。いや、確かに、ちょっと、そうなんですよね。その、タイムキーパーというか、その、周り、私の場合は、シンタロータリーさんは、ちょっとその、まあ、視点が違ったっていうところであれですけど、はいはいはい、私の場合は、やっぱその、初めのうち、ちゃんと周りを見れてないっていうのが、すごい自分の課題だったんで、ね、今はちょっと気をつけてるんですが、ちょっと本当に怖かったです。いや、もう本当に皆さん、これ貴重な話なんで、怖い話ね、ぜひ、怖いな、怖いな。本当に。いや、それ怖い。どうですか、失敗談、喋ってない人喋りますか、大丈夫ですか。あ、森川さんで行きますか。はい、今ですね、
コメントであったんですけど、はい、お金以外の失敗っていうところで、はいはい、去年キャンプにドハマりしまして、はいはい、はい、キャンプ用品をね揃えようと思って、はい、100万ぐらいかけて揃えたんですね。怖いな、100万その時点で怖い、そう、はい、かけて、ではサロンのメンバーさんとかみんなで行きたいなということで、はい、そうですね、でコロナ禍だとなかなか会えないから外だと会えるよねっていうことでキャンプにしたんですけど、はいはい、そう、ただ最初張り切りすぎて揃えすぎて、はい、今はもう半分以上使ってますいやー怖っ別のいいです、すっごいわかるよ、行こう、みんなで行こう、行こう、分かります、皆さん分かります、むちゃくちゃ分かる、力入っちゃったっていう感じ、分かる、使おう使おう、もったいないなでもそれ違うんだよ ね、 ね、形からっていうよりかはそう違うんだよ、キャンプの話だけど俺は今日はしないでおこう、仕事の話だから、あーなるほどねこれはさっきもコメントがあったけど、奥さん、奥さんとかに怒られたりとかは、これはあれですね、一応仕事なんですよ、キャンプもメンバーさんで行くっていうところで経費、全部経費なんですけど、あ、なるほど、そうそうそう、なのでプライベートっていうよりもこうみんなで楽しみたいよねっていうところの気持ちが大きすぎたっていう、じゃあ別にまあそこに関しては別に怒られることもなくということですね。そうですね、奥さんはないですね。まあ丸山パパがそれをやらかした場合はマジで本当に怒られると思います、マジでやばいっす、マジで、いやほらほらじゃあどうでしょう、ヒロトさんも、まあ、みんな喋っちゃったんで失敗談いきますか、ヒロトさんおしゃべりできそうでしょうか、僕が失敗談言ってないんで、OK でいきましょう行っちゃいますね行っちゃいましょう、そうそう、いやでもさっきね、あの慎太郎さんも言ってたしウッチーさんも言ってたけど、そういう生放送系でいくと僕もやっぱりそういうね、まあ、通販番組とかでやってますね、ね、そう収録もあるし生放送もあって、最近でビッグカメラさんの生放送の番組で最後の30秒ぐらいだったかな、締め、怖そう、もう怖そう、うん、でその時に一応僕もいや言うて10年以上そういうのやってるから、そりゃね、うっちそんなね、はい、もっと勉強しなさいよとね、うん、そう、そんなのね、出直してきます、ね、そんなの、そんなのは当たり前でございます、怖いよ、はい、違うね、でねまあそれなりにバカで踏んでますから、制作人とか、はい、ね、のプロデューサーもディレクターも安心してるわけですよ、で、はい、30秒余りました、任せにしてに振っときゃなんとかしてくれる、はい、はい、振ってきました、全国放送ですよ、はい、ね、はい、で、はい、僕はその時はダイソンの掃除機を紹介してて、でもうバチッともう全部紹介しきって売り上げもむちゃくちゃ売れてる、はい、何億とね、はい、で最後俺がもうバコンと閉めて終わるところで、はい、何を血迷ったか、はい、なんかね、世界中のっていう言葉から入っちゃったんです、僕。はいはいはい。日本で放送してんのよね。で、世界中の、え、俺これどこにたどり着くんだろうって、ちょっとこう、世界中のって言った瞬間に自分でパニックになって、世界中の、ですっつって終わったっていうのが、最近の、一番やったやつ。やばい。すっごいびっくりしたし。すごい。全員びっくりしてた、本当に。井上さんって30秒で世界中の点点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 です、びっくり、終わりみたいな。でも、それはそれで成立したんじゃないですか。慎太郎くん、しない。いつもの一瞬放送事故になるかと思った。マジかボケだったんじゃないみたいな感じにならないから。まあね。ね、慎太郎くんみたいな人が横にいたら成立するけど、通販番組だから。書いて言えたから。そう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 。もう俺もドキドキしながらもテンパっても最後ニコーってして終わったっていうのが最近の失敗ですか。一番、はい、ちなみに今だったら何、うん、今だったら世界中のって入んないよね、まずね。もう間違いも入らないし、シンプルに商品名で任せんしゃいっつって締める。ああ、いや、それが。いや、それがね。その技があるのになんで世界中が出たの？ねえ、そう、わかんない。俺もだから、世界中のって言った瞬間に。やめてください。そんな感じにしよう。そんな感じでしたよ。ね、大失敗。はい、ありがとうございます。マリアーマパパどうですか？ヒロトさんの移動とかって大丈夫そうですよ。
れこれ今声は聞こえますかね。聞こえた。聞こえた。いけた。はい。あ、じゃあ大丈夫になりました。はい。失敗談でしたっけ。はい。ちょっと最近の失敗じゃないんです。はい。けどツアーでアジアツアーっていうのを回ったことが何回かあって。うん。でそれでその時ちょっとやっていた。なんでしょう、ツアーマネージャーみたいなのが、ちょっとちゃんとこう、申請がなんかうまくできてなかったみたいで、中国に入りした時に機材を全部没収されて、自分たちの機材一切ない状態で、ライブをやるっていう機材があって。やばい！やったんだ！やれる？やりましたね、やったんだ！なんかそこまで行って、なんかやらないっていう選択肢がないねってなったので。確かに。でも、実際問題としてはどうやって？はい。で、その時が、ツアーで3回目ぐらいだったんですよね、中国行くのが。はいはい。で、以前行っていた時だったりに、仲良くなったミュージシャンとか、現地の友人とかに、速攻で連絡をして、で、ライブが翌日だったんですけど、本当に、ライブ直前まで、楽器と、僕だったらギターを、アリスナインの楽曲を演奏するために必要な機材みたいのが、やっぱ、最低限あるんですけど、そういうものを、ひたすら、知人だったり友人だったりとか、あと近くのショップだったりとかから集めて、なんとかライブやるみたいな。やっぱすごいわ。なんかその人とのつながりでなんとかするっていうのが本当にかっこいい。それはでもさすがにちょっとこうお金じゃない部分でこう人のつながりでなんとかなったなっていうのと、あと同時にその機材を返してもらうので、200万ぐらいかかってるっていう、はい、どういうこと？金がかかるんですか？そうなんです。なんかちゃんとなんか申請がされてなかったみたいで、いやー怖っ。なんか罰金みたいなイメージの、そうすごい勉強になりましたね、それは。うわー怖いわー。で、しかもその取られたっていうか、なんかこうイチャモンつけられたきっかけが、はい、僕のギターの音色変えるエフェクターっていうのがあって、そのボードっていうのがあるんですけど、はいはいはい、1個に収めた、はい、でそれになんかアーク3っていう風に書いてあって、それは、なんかそのシステムの名前だったんですけど、はい、なんかそれが、はい、なんかこれ武器なんじゃないかみたいな、なるほど。これは、爆弾じゃないかみたいな、とか。なるほど。もう、それは確かになんか、まあ、それはわかるかもしれない。なるほど。ちゃんと申請されなかったらそうなるんですね。そう。ギター、自分のギター一本もなしにやるなんて本当に、インディーズの頃からしてもなかったんで、さすがに。確かに。すごい。ありがとうございます。カズエさんがすーげー面白いコメントしてるんですけどね、私たち一コロですけどってね、今わかるから。わかる。はい、ありがとうございます。では今からはですね、質問タイムになって、